まんちゃんのサバイバルスペイン語講座始まるよ。こんにちは、まんちゃんです。こちらはスペインアマナガからお送りするサバイバルスペイン語講座。今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマはアレグラールセとアレグラールの使い方、こちらを見ていきたいと思いますよ。こちらまるちゃんのサバイバルスペイン語講座では、私のスペインでの日々の生活をもとに楽しくレアなスペイン情報と簡単で必ず通じるスペイン語をあなたにどんどんお届けしておりますよ。ぜひですね、チャンネル登録をピチッとしていただいて、私と一緒に楽しくお勉強していただくと嬉しいです。ということでございましょうかね。で、今日冒頭で申し上げました、今日はですね、アレグラールセとアレグラールという動詞のね、使い方、こちらを見ていきたいと思いますよ。これなんかね、いつもね、私ね、ぼやっとしたままね、使っておりました。そんなことではいけませんのでね、今回ちょっとしっかりね、見ていきたいと思います。で、その前にね、このアレグラールというね、アレグラール性ね、これとね、よく似たね、単語があるんで、私たちにはね、日本人にはよく似た。多分ね、スペイン人にはそんなこと全くないんですけど、このね、アレグラールという言葉があります。アレグラールね、これちょっと、エレとね、エレがね、さっきのアレグラールセと全く入れ違ってます。ね、このアレグラールというね、こちらの言葉ですよ。これはね、修理するとか、整理整頓するという意味の言葉があります。で、これはね、スペルが全く違いますから、ね、これと間違えないようにして、見ていきましょう。よく私がよく間違えるからね、言ってるだけなんですけどね、皆さんも気をつけて見てくださいね。で、今日見るのは、そっちじゃなくて、アレグラール性とアレグラールね、こちらを見ていきたいと思います。これ、喜ぶとかね、喜ばせるという意味の言葉になりますよ。で、これのね、使い方を見ていきましょう。まず最初に、例えばね、あなたに会えて嬉しいわーというような時に、ね、使います。メアレグラデベルテ、メアレグラベルテ、こういう風に使うんですけどね、ちょっといまいちね、使い方をよくね、分かっていないということでね、今回しっかり見ていきたいと思いますよ。まず最初にアレグラールセ、こちらの方から見ていきましょうか。ね、アレグラールセ、これセがついてます。これね、再起動詞ということになりますよ。ベルボ、レフレクシブね。で、これはね、喜ぶという意味になりますね。で、これでね、ちょっと使うときに注意したいのは、いつも、アレグラールセで、もしくは、アレグラールセポールというようなね、このような前置詞がついてくるということになりますよ。アレグラールセで、ね、最初に言いました、メ、アレグロデベルテ。ね、こういうように使う。メ、アレグロデベルテ。こういうふうに使うということになります。で、このね、活用なんですけど、どういうふうに活用していくか見ていきましょうね。これ、再起動詞ですから、ね。頭につくのは、メ、テ、セ、ノス、オス、セというのがね、頭につくということになりますからね。ジョ、メ、アレグロ、トゥ、デ、アレグラス、エル、エジャ、ウステ、セ、アレグラ、ノソートロス、ノソートラス、ノスアレグラモス、ボソートロス、ボソートラス、オスアレグライス、エジョス、エジャス、ウステデス、セ、アレグラン、という形になるということでございましょう。で、これはね、ちょっとしっかり、まず最初に頭に入れてくださいね。で、後ろに、で、もしくは、ポールをつけて使うということになります。で、使い方をじゃあ見ていきましょうか。ね、一つ目の使い方。これはね、アレグラール性で、マスインフィニティ語という使い方になりますね。これ、アレグラール性のところは活用して、で、インフィニティ語ですから、後ろのインフィニティ語、こちら動詞の原型をつけていくということになります。例えば、メ、アレグロデベルテ。これ何度も言っておりますけど、メ、アレグロデベルテ。ね、これあなたに会えて嬉しい。握手しておりますけどね、こういうふうに使う言葉になります。で、これね、お気づきの方いらっしゃるかもしれませんけど、この喜んでる人、メアレグロ、私が喜んでます。で、ベールテ、あなたに会ってる人、これも私ですね。私は、あなたに会えて私は嬉しいということでしょう。ということは、この最初のメアレグロのと、アレグラールセのところと、後ろのインフィニティブ、この動詞の主語が、同一人物ということになりますね。メ、アレグロデベルテというふうに使います。ホルヘ、セ、アレグラ、デ、エンコントラル、ウントラバ、ホケ、ケリア。ね、ホルヘさんが、ね、喜んでおります。何に対して喜んでいるかというと、デ、エンコントラル、ウントラバホ。仕事が見つかったということですね。仕事が見つかって喜んでいるというふうに言っています。
ね、ホルヘさんは仕事を見つかって喜んでるんですけど、この後ろにケリア、トラバ、ウントラバフケケリアというふうにつけました。これどういうことかというと、前からね、したかった仕事、前からやりたかった仕事が見つかって喜んでいるということになりますよ。ホルヘセアレグラでエンコントラルウントラバフケケリアというふうになりましたね。で、お分かりいただけますね。だから、喜んでいる人と後ろの動詞の主語が同じということになりますよ。あともう一つ。ノソートロス、ノスアレグラモステビアハナーロンダというふうになりました。こういうの私たち、ロンダに旅行に来てて嬉しいのというふうに言っておりますね。これ昨日ですか。お友達がね、ロンダからね、写真を送ってきてくれました。ね、電話ね、最近も便利ですからね、写真とかすぐね、すぐ送ってくれるじゃないですか。ね、で、ロンダのね、綺麗な写真を送ってきてくれました。今ね、バケーションでロンダに来てるのということで、大変喜んでいらっしゃるということで、ノスアレグラモスというふうになってますね。ノスアレグラモスでビアハル。旅行ができて嬉しい。あ、ロンダ。ロンダを旅行できて嬉しいというふうに言ってるということになりますよ。ね。これもう今旅行シーズンですからね。私、この間、ミハスに行きましてね、白い街をね、ちょっと動画にいたしました。ね、2本目の動画ね、野良猫さんに餌をあげるおばさんとかね、カジヘアールつって、ミハスの細い道をね、私がちょっと息上がりながら、言いながらね、ちょっと歩いている、カジヘアールしている様子なんかね、ちょっと動画になっていますのでね、うん、興味のある方はね、ぜひご覧になってみてくださいね。で、今のがね、アレグラールセデ、マスインフィニティ語という使い方でした。次は、じゃあ、喜んでいる人と、後ろの動詞の主語が違う場合はどうすればいいのということなんですけど、その場合はね、勘のいい方は、ピーンと言いましたね、これ。スフンティーブを使えばいいということになりますよ。ね、アレグロ、デ、ケをつけて、後ろにスフンティーブというふうになるわけですね。アレグラールセデ、ケ、マスフンティーブという使い方になりますね。ということは、メ、アレグロ、デ、ケ、エステス、アキ。メアレグロデケエステスアキというふうに言いました。このエステス、これはね、トゥに対してエスタル、ベルボエスタルのトゥに対してのスフンティーボです。エステスアキ。あなたがここにいてくれて私は嬉しいということになりますよ。あなたがここにいることを私は喜んでるということですね。で、喜んでいる人とここにいる人の主語は違います。ジョ、メ、アレグロ。デケトゥエステスアキという風になった。こういう風に使うということになりますね。で、先ほどアレグロデベルテという風に言いましたけど、こういうね、短い言葉。今のだと、メアレグロデケエステスアキ。こういうね、ちょっと短い言葉をね、もうスパッと頭の中にね、入れてしまいましょう。覚えておいて、で、構文をしっかり頭に、こういう短い言葉でね、頭に移植いたしまして、でね、文章を作るときにですよ、それをちょっとピュッとね、変換させてね、使っていけばね、文章になりやすいんじゃないかなと思いますので、こういうちょっと短い文章を覚えてみてください。メアレグロデケエステスアキという使い方ですね。で、例文といたしまして、例えば、メアレグロデケセアンフェリセス。メアレグロデケセアンフェリセス。これ私は喜んで、彼らが幸せでいることを喜んでいるわ。ということですね。人の幸せをね、喜べたらね、もう一丁前の大人ということでしょうか。メアレグロデケセアンフェリセス。というふうになりました。今のはね、ちょっと現在形で言いましたけど、これじゃあ時制変えても使えるのということなんですけどね。ちょっと時制を変えて使ってみましょう。ワニセアレグロ、これ過去形にします。ワニセアレグロ、何を喜んだかというと、デケね、これデケ、これデを忘れないようにね、ワニセアレグロデケコメンサラスウナノエバビダというふうに言いましたね。これどういうことかというと、ワニさんが喜んでますね。喜んだ、これ過去形です。伝えてるのは私ですけど、ワニさんが、君が何々をして喜んでいるよ。ワニセアレグロデケコメンサーラス。コメンサーラス。これスタートするという意味ですね。スタートした。これ過去形ですね。接続法の過去形を使っていますよ。コメンサーラス。ウナヌエバビダ。あなたが新しいね、生活を始めたことを、ホアニはとても喜んでいるよ。というふうに伝えている。ということですね。ホアニセアレグロ。デケコメンサーラス。ウナヌエバビダ。
というふうになりましたね。接続法の過去動画にね、時制をねちょっと並べたようなのとかありますんでね、ちょっとそちらの方も参考にしながらね見ていただけるといいと思います。でもう一つね、今度じゃあ未来形、未来のことも言えんのかな、ね、未来で喜んでいる人のことを想定いたしましょう。例えばでアレグラーラスデーケトスフェルマーノスベンガンアビスタルテ、これどういうことかというと、あなたきっと嬉しいよ、あなたの兄弟があなたを訪ねてきてくれたら嬉しいと思うよということですね。で、アレグララスデケトスエルマノスベンガンアビスタルテ、ベンガン、ここね、ベニールのスフンティー語になってますよ。トスエルマノスベンガンというふうにスフンティー語にしてありますね。お分かりいただけますかね。このちょっと時制を変えるとややこしいですけど、要は同じね、アレグラアレセデケ、後ろがスフンティー語というふうになったということでございましょうか、ね。次の使い方ね、次はね、アレグラアレセポールアルゴ、もしくは、アレグラアレセ、ポール、アルゲンという使い方になりますね。例えば、メ、アレグロ、ポルティ。メ、アレグロ、ポルティ。これは私は、あなたのことについて喜んでるということなんですけど、これ何があったかちょっとわかりませんけど、結婚したとか、仕事が見つかったとか、仲直りができたとか、そういうようなことですね。何でもいいんですけど、あなたのことについて喜んでる。私はあなたのこと、喜ばしいわ、ということですね。メ、アレグロ、ポルティ。ということになりますね。で、ポールティというふうに言いました。私のことだったら、ポールミ、メアレグロポールミ。彼のことだったら、メアレグロポールエル、ポールエル。彼女のことだったら、メアレグロポールエージャー、メアレグロポールウステ、あなたのね、あなたのことを嬉しく思いますということであれば、ポールウステ、ね。私たちのことだと、ポールノソートロス。あなたたちのことだと、ポールボソートロス。ポールエージョス、ポールエージャス、ポールウステです。というふうに使いますよ。ポールティね。ポールトゥじゃないですね。ポールティというふうに使っていきましょう。あのがね、アレグラセ、ポールアルゲンでしたけど、じゃあ、ポールアルゴだとどうなるかというと、メ、アレグロ、ポールトゥ、グラドワシオン。というふうに言いました。ポールトゥ、グラドワシオン。ここ名詞になってますね。あなたの、君の卒業を喜ばしく思っているということです。メ、アレグロ、ポールトゥ、グラドワシオン。というふうになりましたね。これ動詞じゃなくて、後ろの名詞になりますからね。簡単に使えるかなと思います。じゃあ、これも過去形で、例えば、カルメン、セ、アレグロ。喜びました。カルメンさん喜びました。カルメン、セ、アレグロ。ポールエルエクシトレスレヒメンというふうに言いました。何を喜んだかというと、彼女のやってたダイエットの成功を喜んだということになりますね。ポールエルエクシトレスレヒメンというふうに私言いましたけど、このレヒメンっていうのはね、これはまあ減量とかね、食事療法、まあ、ダイエットという意味なんですけど、このディエタという言葉があるんですけど、例えば、ディエタメディテラーネアっていうふうにとか、地中海ダイエットってことは別にこれ減量というわけではないんですね。地中海料理というような感じで使う言葉になるんですね。ディエタ。から減量とか、痩せるという意味で使う場合は、こちら、レヒメンという言葉を使います。レヒメンね。で、エクシトです。レヒメンということで、彼女のダイエットの成功を喜んだ。カルメさん喜んだ。セ、アレグロ。というふうになったということでしょうか。私、まだ、未だに喜べていないということでしょうか。今のはね、アレグラアルセ、ポールアルゴ、アレグラアルセ、ポールアルゲンという使い方でした。この3つね、アレグラアルセの使い方になりましたね。で次じゃあね、アレグラアル、こちらの方を見ていきましょうか。こちら、アレグラアル。これね、前日使えませんから、アレグラアル、最初に言いますけど、こちらは、グスタル動詞と同じような感じで使ってまいりましょう。でグスタル動詞に関してもね、過去動画ありますね。そちらの方で、グスタル動詞って何なのか、というのね、使い方とかね、きっちり説明してあるんで、そちらの方も後でご覧になってみてくださいね。で、このじゃあ、アレグラアルでどういう風に使うかというと、これは、こういう言葉がつきます。メ、テ、レ、ノス、オス、レス。という、これはオヘとインディレクトという間接目的語だったから、そういうのがつきますからね。で、ここのアレグラルのとこなんですけど、こちらの活用はアレグラ、もしくはアレグラン。三人称の単数、もしくは三人称の複数という形になります。アミ、メ、アレグラ。アティ、テ、アレグラ。アエル、
a ella, a usted, le alegra. A nosotras, nos alegra. A vosotras, os alegra. A ellos, a ellas, a ustedes, les alegra. というふうになります。今ね、alegra というふうに単数にしましたけど、これ単数の場合、これは喜ばしているもの、それが一つ。それが一つ、単数ということです。で、喜ばしててくれているものが二つ以上、複数という場合は、アレグランというふうに、ここの活用がアレグランというふうに、三人称の複数になるということですからね。これをちょっとしっかり頭にね、しっかり入れておいてくださいね。例えば、メアレグラナフェリアでマラガ。メアレグララフェリアでマラガというふうに言いました。マラガのフェリア、嬉しいの男でね、メアレララフェリアでマラガという風になりますね。で、こういう風に使えばいいということですよ。次の例文、アンノソートロス、ノスアレグランラスレバハスという風に言いました。これはね、アンノソートロス、私たちには、ノスアレグラン。ここ三人称複数になりました。なぜ複数になったかというと、後ろの喜ばせているものが、ラス・レバハス。ラス・レバハスという風に複数ですね。レバハスというのは安売り、ね、バーゲンとか、ね、そういうことなんですけど、バーゲンが私たちを喜ばせている。バーゲン嬉しいということですね。ノス・アレグラン・ラス・レバハスという風になりました。一緒に言ったかな。これは前置詞入れておりません。前置詞入れませんからね。この場合は前置詞を使わないということですよ。使い方見ましょうかね。これはアレグラマスインフィニティブ、これで使うとどうなるかというと、メアレグラベルテ、メアレグラベルテというふうになりますね。これ私はあなたに会えて嬉しい。会ってる人と喜んでる人が同一人物ということですね。同じともう一つね、例文、アニコラスレアレグラビスタラスファミリアというふうに言いました。これニコラスさんは彼の家族に会いに行くのがとても嬉しいということ。アニコラスレアレグラビスタラスファミリアというふうになったということですね。で、もう一つ、例えばノスアレグラエスタラキ、ノスアレグラエスタラキ、私たちはここにいられて嬉しいでということですね。ノスアレグラエスタラキというふうに使いました。今のがアレグラマスインフィニティブという使い方でした。こともありましたけど、ね、誰かが何かをしたことを違う人が喜んでる。その場合はどうすればいいのということなんですけど、それは接続法を使えばいいということでしたね。アレグラケスフンティブということで使ってまいりましょう。例えば、メアレグラケエステサキ。でも何度も何度もあなたがここにいてくれて嬉しいというふうに言いますけど、メアレグラケエステスアキというふうになりますね。君がここにいて私嬉しいということなんですけど、これはメアレグラケエステスアキというふうに、ここのエスタール、ベルボエスタールがエステスというふうにスフンティーボになってますよ。で、さっきのと違うところは、メアレグラというふうにグスタル動詞みたいになってて、前置詞がないということですね。メアレグラケエステスアキというふうになってます。あと次の例文ね。Nos alegra que te sientas cómodo. Nos alegra que te sientas cómodo. というふうに言いました。これをあなたがね、友達か誰かをね、お家にご招待してね、くつろいでってね、でもあなたのお家だからここと言って、もう、かしこまってられるとね、こちらもちょっとあれですからね、もうこんな感じでくつろいでくれてるということで、君がね、くつろいでくれて嬉しいよ。君が楽にしてくれて嬉しいよということですね。Nos alegra que te sientas cómodo というふうに使いました。あと、例えば、もう一つね。A mí me alegra que mi hijo haya probado el examen というふうにお母さん言っています。A mí me alegra que mi hijo haya probado el examen ということで、これね、息子さんがね、テスト合格してお母さん嬉しいということでしょうかね。こういうふうに使うね。これはスフンティブを使って、アレグラルケスフンティブというふうに使った場合ということでしたね。こんな感じでね、今日ちょっとね、アレグラレセとアレグラ、この使い方はね、説明はしたものの、多分ね、これしっかり使っていかないとね、なかなかね、頭に入ってこないと思うんですよ。皆さんも、最初の方に言いましたけど、
例えばメアレグロデベルテという使い方を短い文章を頭の中に入れてしまいましょう。普段の会話の中でね、それをちょっと膨らませて使っていくというふうにしていけばいいかなということでしょうか。今の心情といたしましては、メアレグロムーチョデケアジャセンテンディドビエンということでしょうか。今日はこんな感じでね、アレグラアルセ、アレグラ、ね、こちらの、ね、使い方をね、ちょっと見てまいりましたけど、いかがだったでしょうか。また次回もサバイバルで楽しいお勉強をしてまいりましょう。今回もご視聴大変ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、ベルマーク登録ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたこちらマラガでお会いいたしましょう。さよなら。アディオス。アスタルエゴ。